天蔵は。ガキだよ。大事な話をしてる。どう落着すればいい。侍が相手だったら策を練られるんだけどな。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったが。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。
何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。誰。共に手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。
ずいぶんと遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。
よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺人。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。ふん、それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。ダメ。双方下がれ。甲斐に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。ダメ。双方下がれ。一刀に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。下がれ。後ろへ。一刀に1点。始め。勝ったのは
一刀、はあ、運が良かったな。今何か音が聞こえた。お願いがあるんだよ。私に勝たせてくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。これが生業では。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが気づかれたか。じゃあんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは知能は9度。竹、殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。また勝負したいの？戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂政の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王庵の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは赤い層王庵。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。東方下がれ。王庵に1点。はじめ。当たれ。後ろへ一刀に1点。はじめ。やめ。東方下がれ。一刀に1点。
始め。悟りに近づけた。また勝負したいの？始め！やめ！後方下がれ！一刀に一点！始め！当たれ！後へ！一刀に一点！始め！また勝負したいの？始め！待て！離れろ！賭けに一点！始め！やめ！おお下がれ！賭けに一点！始め！待て！離れろ！賭けに一点！始め！また勝負したいの？始め！待て！離れろ！一刀に一点！始め！当たれ！後ろへ！一刀に一点！始め！待て！離れろ！一刀に一点！始め！
気概のほどを見せてもらったぞ。だがそれもここまでだ。猫に嫌われてんだ。せっかく魚をやったっていう。知らぬ顔でさ、そのくせ目を離したら食い上がる。それが猫ってもんだ。そもそも食い物くれる人間が。ああ、そっか。撫でたかった。湯に浸かってみたらどうだ。近くなくなりゃ。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。大事にしな。あんたの太刀、この俺が鍛えてやろうか。人を守りたいなら、せめて鎧は整えなきゃね。渾身の出来だよ。目が利くね。きっと生きてまた戻っておくね。高い家と知られては困る。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、
しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便にはすまんぞ。受けて立つだけさ。虫けらみたいな連中だったが、まさか息を裏切るのか。逃げられはせんぞ。己は我が物、己はいずれ狂い死ぬ定めだ。慎重に勝負。これ以上仲間ぶ。津島にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。
フィグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね、クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の角ドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくてはならないんですよ。ドクジャに話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているというドクジャには会っておきたい。あの馬はどうした？ミオは百戦の方として預けてあります。無事だといいけど。ドクジャは叔父上から追われておる身。船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところを。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを百戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、ドクジャはアシラのような男を嫌うんです。というと？だから豪の者。おかしいです。いや、とにかくドクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。おい、足だ。息のクロードだ。ドクジャに会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。足が食べん。金はどうした？お主が博多の角ドクジャか。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の名を汚すならばその手を切り落とすぞ。いや、戯れ上手なんです。戯れではなかろう。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです、足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。そうか、害を通すならばその首鎌倉に送ろうか。父子のような話しぶりではないか。ちょっとちょっと、お二方、足の借銭ですが。譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために。ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。所詮侍は侍のようだ。酒井忠と何も変わりがねえ。ケンジ、下がっておれ。待って、話し合いましょうよ。
いい太刀じゃねえか。侍との刀比べは久しいぞ。それではこやつと同類、独者と共に本土へ行け。そしてその後、近くの寺に詣で父上に詫びさせよ。よし、寺には行ってやる。だがこの島からは誰も出られんぞ。実は太田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海地が記されてるもんだ。本土への道もだろう。ああそうだ、猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。俺が取り戻す。近くの野営にあるはずだ。ついでがてら探してほしい絵がある。俺のもんなんだ。もしや値千金の絵？本土までは長旅になるだろう。まっすぐ舵を取るにはな、あばら骨の痛みを忘れさせてくれるもんがいるんだよ。探してみよう。本土へは賢治も乗せていけ。そして二度と息に戻るでないぞ。分かったよ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。やりとした。毒蛇も懲りたはずだ。まずは荷を取り返す。あ、賊に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて、足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。己はこの地で死ぬ。己が父のように、堺の名はこの世から消え失せる。無益な一生であった。黙れ。よし、万兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か、そうだ、猿の真似。제요한사아치세리스
この絵、文字がある。かわいい毒蛇に捧ぐ。毒蛇の改造を見つけた。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。一日も早く海に出たい。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あの絵、無事にお供になりますね。いいか、詮索だけはするなよ。あしらの前に着いた人は？ん？乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしても、せいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます？時期だ。あとはお前だけ。よいか。息に戻れば命はないと思え。ああ、心に留めておくさ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。
これでいいんです。もしや明日お別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。